皆さんこんにちは、YKスケです。本日2024年、5月29日、20時3分、まあ外から絡んできた人たちだとか、スポーツ業界だとか、まあ先ほど白い BMW で大川駅の近くで、まあ皇后昭仁様と美智子様らしき人物がいたと、まあ車を運転していてと、まあそういうことなのであれば、まあ100歳までの話は破棄で、まあ睡眠時間に関してはスポーツ選手もそうなんですけども、全部変換義務で、変換してください。で、これ見たからとかどうじゃなくて、もう YouTube にアップロードした時点で、淡井圭介に、睡眠時間、あと傷つけた分、皮膚、あとは頭の中。で、まあ、阪神タイガースは、など、指定した球団は、まあ、一時的なものとして、まあ、後から帰ってきてるはずですから、いいとして、まあ、その他のところですね。もう正直、これだけ多数ですと、コンピューターを稼働して、しっかりと返してもらわなきゃならない。他の球団から。で、まあ、裁判所の判決で、私のホームページ、淡井圭介の日記で、しっかりと、公開しているように、法律名と第何条とかいらないんです。それすると危険になるので、返還義務の返還義務、こういった形の言葉で、いいんです。それで適用です。そうしなかったら、平等な社会は作れないんです。これが本当の話です。まあ、エネルギーの残存量問題で、その、まあ、たまに見かけるんですよ、昔から。アキート様と美智子様が、車に乗って、白い車に乗って、まあ、岡場駅の近くを、走ると。まあ、その後どこへ行ってるか、これはもう全くわからないです。走って追いかけられるわけじゃありませんから。で、まあね、鳥貴族の前のところ、右手に曲がって、で、バスロータリーのところをこうぐるーっと回って、まあ、藤原台南町の方ですね、まあ、右折して、まあ、坂上がっていってと。まあ、その後、まっすぐ進んでいった後、またぐるーっと回って、神社の方に出ていったのか何のか、それはもう僕にはわからないですね。あの辺も新しく家たくさん建ってますし、まあ、潜んでると言いましょうか。拠点にしてるっていうのを、まあ私の方では分からないので、まあ何も聞いてないですよ。だからその辺のところで、他の法律でも、誠実さとか、優しさとか、まあそういったものが、まあ多分にかけられるんじゃないかなと思います。これは他の人たち、世界中の人たちに、当てはまることで、逆に言うと世界中の人たちで、まあ、僕のことを気遣ってくれたり心配してくれたり、僕の、まあとてつもなく厳しい状況に関して、涙を流してくれた人たちだとか、まあ、そういう人たちでこう物事が分かれるっていう形でいいと思いますよ。見捨てた側とそうじゃない側の人間でも物事を分けておかなかったら、まあ結婚協会では佳子さんの固定ですよ。まあそこはもうしっかりしておかなかったら、これ以上話がもうややこしくなったら、もう本当にもう、ただでさえ、ね、今でも十人分に話ややこしいように、もうこれ以上ややこしく、もうみんななりたくないでしょ。いや、まあこの一部始終っていう内容を全て世間にね、テレビ局で、公開して、まあ、もちろん、19時から、21時ぐらいの時間帯ですね。もしくは、20時から、22時ぐらいの時間帯。まあ、それをしなかったら、まあ、最初からどういうふうな経緯があってたとか、そういったことを全てしなかったら、うん。まあ、あとは、フランスオリンピックに、まあ、佳子さま、もしくは、まあまあ、佳子様は多分連れてってくれるはずだと思うんですけどね。閉会式ぐらいの時に。もう観覧はしなくていいです。我々は。で、
そのオリンピックの解体、その説明なぜなのかっていうところ、それを世界中に向けて、世界中の、報道機関が絶対に放送すること、それに背いたら国連の意思から背いていたっていうことにみなします。で、その睡眠不足とスポーツの勝ち負けの特定に誰がならなきゃならなかったのかっていうところで、エネルギーの残存量問題に、解決の方向で行動しなかったものということになります。世界中のテレビ局の人たちとか、その政府の人たちとか、もう公務員全員ですよ。国家公務員の人たちも、建築業界の人たちも、自動車業界も、工業界も、もう全員同じですよということです。皆さんご協力ご対応のほどよろしくお願いいたします。チャンネル登録と着信通知の設定と、着信通知の設定がわからない方は、身の回りの方に聞いていただいたり、わからない方は販売店の方に聞いていただいて、まあ、淡井さんの動画見ておいた方がいいよということを、お伝えしていただけますでしょうか。まあ、先ほどのような内容は、昔も、テレビに向かって言う方法で、また眠れるようになってたと思いますよ。なんか内容次第だと思いますよ。今までどういうふうなことがあってたとか。まあ、もしくはテレビ局に言ってかもしれないですね。以上です。皆さんご協力を代表のほどよろしくお願いいたします。